じめまして。ホロライブ5期生のオレンジ担当、モモスズネネです。ある今日はよろしくね、みんなもうダメだ、はぁ、ヘロある、ふぅちょっと自己紹介の画面に移りたいと思います。あれ、いきまーす。よし。というわけで、改めまして、名前は、桃鈴ねねです。あれ、よろしくね。鈴桃じゃなくて、桃鈴あるよ。ちゃんと覚えてください、あるね。誕生日は3月2日の、ねねは19歳ある。よろしくね。身長は159センチで、好きなことは、歌うこと、どっちかっていうと、なんか、アゲアゲな曲が好きあるな。しっとりな曲も好きあるけど、基本的にアゲアゲの曲の方が好きあるな。あと、ネネは踊ることも好きあるな。あんまり上手とは言い難いあるけど、その好きだから、いつかみんなに見せれる機会があればいいなと思ってるある。あとは、お絵かきするのがすごく好きで、これはもういっぱいツイッターに載せてたと思われるから、みんなも見てくれてると思われるけど、あ、ダメ、緊張した。あ、ダメ、どうしよう、緊張する。あ、待って、ラミーちゃんは5分喋ったら慣れるって言ってたあるけど、ねえねえはちょっと慣れないある。あと何分喋ればいいやるか。やばい、今は何時あるか。はぁ、まだ10分ある。まだ10分ある。うぅ、やばい。やばい、どうしよう。あと、ねねは、テーマパークがもうすっごい好きで、絶叫マシーンって知ってるあるか？ジェットコースターとか、なんだけど、あれに乗るのがもうすごい好きで、あれに乗ると、なんだろう、私今、すごい高いところにいるんだ。っていう気持ちになって、日頃のストレスがすべて吹っ飛んでいくあるから、みんなもストレス発散に絶叫マシーンに乗ることをねねは推奨していくある。あと、これはもうみんなも知ってると思うあるけど、めちゃくちゃ餃子が好きある。冷凍の餃子が好きで、さっきはーちゃまが焼いててくれて、もうすごく美味しそうに焼けてて、あ、ねねの分もくださいって思ってある。でもコメントする勇気がなくて。もうはーちゃまが焼いた餃子だったら、ねねはどんな形であれ食べますあるよ。あと炭酸ジュースがすごい好きで、最近ハマってるのが、100% のオレンジジュースに炭酸水を割って飲むジュースがめちゃくちゃ美味しくて、オレンジ 100% で健康にいいし、プラス炭酸ジュースで水分も取れるってママが教えてくれて、すごい、もう神様的飲み物を発見してしまった気分。ねねはさっきテーマパークが好きって言ったあるけど、もう素敵なディズニー様も本当に好きで、トイレの位置把握してるくらいめちゃめちゃ好きあるよ。ディズニー行ってトイレの位置に困ったらねねに連絡してほしいある。現在地とランド寿司どっちにいるか教えてくれればねねがトイレの場所を教えられる。ディズニーに売ってるチュロスがもうねね本当に好きで、一回行ったら3本くらい食べられるけど、なんか3回に分けて買うんじゃなくて、3本持って3本丸ごと口の中に3本入れるのが好きあるよ。おすすめある、めちゃくちゃ美味しいある。もう口の中がもう甘になってめちゃくちゃ美味しいあるから、やってみてほしいある。で、次に好きなのが、これ銀玉あるね。銀玉はもうねねの口癖の大先輩、もう素敵な素敵なかぐらちゃんっていう女の子がいるあるけど、もうその子からね、ねねはもう感銘を受けて、この口癖はパクらせて。ちょっと待って、パクらはよくないな。なんて言うんだっけ、そういうの。インスピレーションを受けてるじゃなくて、何あるか、なんて言うあるっけ。何あるっけ、何あるっけ、オマージュ、違うあるな。ちょっと日本語がわからんある。インスピレーションや、それある、それある。
リスペクト。あ、それある、それある、それある。それ、それある。そうです。リスペクトを受けて、あの、この、かぐらちゃんの、口癖を、ちょっとね、ね、もう可愛いなと思って、言ってるある。可愛いあるよ。一緒に今度、見ようね、銀玉。で、次に好きなのが、ブリーチっていう作品で、これは、ねね、の中学生の時の脳みそを大体、ねねの中学生の時の脳みそはこれで大体できていて、あの難しい言葉と漢字は全てここで覚えたと言っても過言ではないあるな。もう、ねねの知ってる限りの難しい言葉、なんか漢字の塊みたいなものは、全てここで教えてもらったある。だからもう、なんかあの、呪文みたいなやつ、あの読めるあるよ。もう挽回のおかげで私、漫字が、あの、完璧に書けるある。もうすごい、ブリーチをまたやるらしいからすごく楽しみある。もう今からワクワクドキドキソワソワしてるあるよ。で、次。これシンデレラガールズはあのアイドルマスターのシリーズあるな。もうすごい好きで、もうアイドルって本当に素敵なんだなって思わせてくれる作品あるな。あの、ねえが小学生の時に、あの、モバマスっていうのに、友達に教えてもらってすごくそれにハマって、で、その後に、デレステに移行して、もうすごい、もう音がシャン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 、ずっとやってて、もうそれで、ファッション推しになったある。あ、これ分からんかったらごめんあるな、全体的に。分かる人には多分伝わるある。あ、今さ、人生あるか。え、分かるある。もうすごい。ここら辺に書いてある作品はもうねねの人生積み上げてると言っても過言ではないあるな。もうすごい楽しい作品あるよ。もう泣きあり、笑いあり、感動あり。あ、ちょっと待って、泣きと感動は一緒あるな。すべてが詰まった作品ある。で、最後、バカとテストと召喚獣っていう作品があって、これももうすごい好きで、ねねが勉強しなくていいんだなって思った作品あるね。これを見て、あ、これだったら、あの、バカとテストと召喚獣の世界戦に行けば、ネネはもう、バチバチ強いキャラクターになれるあるなと思って、ドヤ顔で毎日学校に行っていたある。赤点取ってドヤ顔だったあるよ。もう何にも気にしてなかったある。バカテストだったら強いしって思ってて。だからちょっとネネはあんまお勉強得意じゃないあるけど、でも、あの、ブリーチのおかげで難しい言葉知ってるから、まあ、あの、賢そうに見えちゃうな、多分。困ったあるな。賢そうに見えちゃうな。で、苦手なものが、ちょっと、お野菜あるな。お野菜。なんか汁の中にあの、ひたひたになってるタイプのものだったら、あの、ギリ食べられるある。あの、お鍋とか、おでんとか、あの、生野菜が、ちょっとね、あんまり得意じゃなくて、あの、美味しく食べられる方法を教えてほしいある。なんか、あの、なんだろう、土感。あの、土感がとっても苦手ある。ひ、うん。あ、終わった。あ、ちょ、待って、20分。え ?20 分はやばくないあるか?ちょ。次行こうあるな。次行こうあるよ。うん、ふんふんふん、どん。ちょっともう、あの、あれあるよ。もうねね、あの、緊張がマックスになった時用に、あの、ちょっとラミちゃんにあの、一個お願いをしていて、あの、ちょっとラミちゃんに用意してもらったやつがあるから、ちょっと待つあるよ。みんな。待つある。頑張れるよ、ねねちゃん。よしよし。頑張れるよねちゃん、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 よしよし。はぁ、落ち着いたある。ただいまある。ただいまある。でもある。もう落ち着いた。あれ、ラミちゃんありがとう。あれ、はぁ、落ち着いた。もう配信前もずっとこれをかけて、あの、脳内を大丈夫大丈夫って言い聞かせてた。あれ、はい、
というわけで、次は、ちょっとお歌をね、曲名紹介するあるね。シンデレラガールズの流れ星奇跡。ちょっとこんな緊張する場で歌うものじゃなかったかもしれない。流れ星を探そうよ、夜が明ける前にこの物語は一つ星たちの出会いの奇跡。大丈夫アルファ？何になりたいのとか何ができるんだなんてわからないよ。だけどキラキラしたい。電波あってたら叱って、泣いてたらそばにいて、サンキューサンキュー友達。雨降りの可愛い可愛い可愛いお写真をね、いっぱい撮っていただければと思いました。あれ、まずは普通のね、今のねねの通常顔、ねねが通常な心の時の顔これをちょっとお写真に収めていただけたらと思いますね。ちょっと右ね可愛いあるか右ウインク、左ウインク、ちょっと傾くウインク、こっちに傾くウインク、笑顔、ぶっくり顔、ぶっくりぶっくり顔、うん。次はもう、めちゃくちゃ笑われる、うん。そうあるな、ちょっと横見た顔とかも見てほしいあるな。どうあるか、どうあるか、あ、ちょっと、どうあるか、かわいいあるか、こっちも一個ある、どうあるか、どうあるか、わーもう ねねさん、なかなかイケてるあるねっていうコメントがいっぱい見えるような気がするこうやって自分を自分で上げていくスタイルねあとはちょっとドヤ顔をしてみる、あれ。ドヤドヤ。こっちもドヤドヤ。うん。上目遣いある。うん。あとはちょっと悲しい顔ある。反省をしてる顔ある。うん。シュン。シュン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 次が、ちょっとラミちゃんへ、スズモモじゃないある、モモスズある、ブンブン、プンスコ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 、下にプンスコ、上にプンスコ、右にプンスコ、左にプンスコ、アイドル目指してるあるから、プンスカしててもウインクできるある。どんな時でも。で、最後は、バトメ先輩に送る。びっくり顔ある。右にびっくり。左にびっくり。下にびっくり。
上にびっくり。360度びっくり。曲回転びっくり。どうだったあるか。可愛く撮れたあるか。可愛く撮れたことを信じて後でタグを見に行きたいと思いますね。というわけで以上、ホロライブ5期生のオレンジ担当モモスズネネでした。またお会いしましょう。あるー。それではバイ。